伊予国分寺は、愛媛県今治市国部に位置する神言、立州の寺院。金光山、最小院と合す。本尊は、薬知る寺公如来。四国八十八ヶ所令状の、第五十九番札所。札所寺院としては、単に、国分寺と称するのが通例である。本尊神言、恩んころころ仙りまとうに総和か御衛か、守護のため立ててあがむる国分寺いよいよ恵む。 薬師なりけり、天平十三年、聖武天皇が発した国分寺建立の、御事乗りによって建立された諸国国分寺の一つで、ある。国分寺は、金光明最小王行による、国家神号の寺であり、当時もそれから、三号、陰号が付けられている。次元では、聖武天皇の直眼により、行基が改装し、第三世、里氏法律史の時、 空海が登竜死後大名王の画像を、その後、新女は、北ッ行を奉納したとされる。史実としては、具体的な総権年は定かでないが、俗日本記には、天平商法8年、伊予国を含む26カ国の国分寺に、仏具等を可視したとの記載があり、この頃には完成していたものと思われる。工房を繰り返し、天行2年の藤原住友の乱。 元略元年の原平合戦、上司三年の細川頼之による陛下などで消失、また、天正十二年、長宗我部元親の侵攻の際に焼き討ちにあって、荒廃したが、その度に再興される。消失を免れた多くの古文書によって、律令制衰退後に、国分寺の多くが荒廃していく中で同時が、伊予における仏教信仰の中心地として曲がりなりにも維持、されてきたことが、 明らかになっている。現在の境内は、伊予国府のあったところとされ、かつての境内は東へやや離れた位置にあったとされる。寺の東方100メートルほどのところに、塔の礎石が残されており、かつての国分寺塔塔跡と認められている。悪手修行大師数段の石段を登ると右に首脳があり、正面の石柱門を入ると境内である。すぐ左に、蝶図場があり、右には、 薬師如来の薬庫、悪種修行大師像があり、正面に本堂が立つ。本堂の右側に大師堂があり、左に書院、農協書がある。伊予国分寺塔跡と、宇つば日田義付高新病石等発尺区三影寺。当時一朝東に、ありと四国ウペン霊霊蒸記にも紹介されている。南北朝時代列勢になった南朝は、 回復を図るべくに行った吉沢の弟、吉助を南軍の総大使として伊予に派遣したが病により、当地にて38歳で逝去し、南軍も与田城にて全滅し難聴は滅びることとなった。現在の吉助工病は1669年に再建されたもの。ありがとうございます。